あなたは歩道を歩いています。路地から出てきた車が幹線道路に左折しようとしていますが、停止したのでその前を通過しようと思います。この時あなたは何に注意しますか？止まっていた車が動き出して危うく引かれそうになりました。もう一度見てみましょう。ドライバーは右側だけ見ていました。幹線道路の車が途切れたので車が出てくる可能性を予測する必要がありました。別のアングルから見てみましょう。左折で出ようとするドライバーは合流するのに影響がある右側だけを見てしまう傾向があります。止まっている車の前を通過する際はドライバーの目線に注意し、こちらをちゃんと見ているのか確認することが大切です。路地から左折するドライバーは左側から歩行者や自転車が来る可能性を忘れず、右側だけでなく左側もしっかり確認するようにしましょう。